イダーを使います。やっていきまーす。意外とうまくないか。はい、食材も買ってきました。スペアリブは1人分だね。こんな感じ、ほら。よし、やっていきましょう。結構パッパッといくぞ。キャンプ飯だから、まず一個一個にそんな時間はかからないんだよね。まずは、ごま油を、鍋に引きます。量とかそんな、こだわらないことにし、なんかちょっと普通にうまぶってきちゃったらどうなんだろうね。俺料理うまくなるのが怖いもん。みなちゃん今は、その、なんて言うんだろう、俺をいじる優越感に浸ってるわけでしょ。だって回数をこなしていけば料理はうまい。でね、今回楽しみなのがね、一個あって、トマト缶の方なんだけど、このまま、これを鍋にするっていうか、これをまんま使うのよ。これ半分出して、今回5徳買ってきました、ほら。で、こん中で俺は、リゾット作っから。すごくない？キャンプっぽさパラくない？換気扇。換気扇。はい、じゃあパッと、やっていこうと思います。スペアリブをまず焼きます、とりあえず。で、焼くだけだと硬いんで。こっちのフライパン、なんでこっちで焼いてるかっていうのも理由が一応ある。あんたこれ使うんだよね。同時進行したくて、ちょっとしかも深さが欲しいわけよ。これどこまで焼けばいいんだろう、ちょっと待ってね。うわー、どんなだっけなー。俺目に頭にぶち込んできたんだからなー。まあ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 、とりあえず火は通せばいいから。これ今回豚だから、スペアリブって全部豚。やばいよー、ちょっと待って、ね、ちょっと油がすごすぎるかも。この時点で汚いってのはじゃあ俺のことが生理的に無理ってだけだからね、佐藤さん。単純に俺のこと嫌いなだけだから。この時点で無理とは言わせねえぞ。で、こっから柔らかくする工夫をします。で、こっから味付けとともにね。で、こちらが頼むぞ。まずは、生ニンニク。ニンニクすりおろしたの。多分もういいよね。まだか、いや、いっちゃおう。このまま火通しすぎると多分あれだから。ニンニクを適量、俺が思った、思うぐらい入れます。大丈夫？おかしいね。大丈夫？大丈夫？ちょっと待って。大丈夫か？あ、大丈夫か？めちゃめちゃ飛んでるぞ。これいいのか？大丈夫か？これ酢です。酢を適量。蓋閉まってんだっつって。料理酒も適量、自分が思ったぐらい入れます。こんぐらい。あ、そうだ、塩コショウって言ってたな、そういえば。蜂蜜もちょっと入れます。蜂蜜も。はい、で、ある程度の味付けができました。で、ここからがこのスペアリブの見せどころ、サイダーを使います。サイダーを 300ml 入れる。こんなもんかな。はい、で、これで柔らかくなるらしい。で、この状態で15分待ったらもうスペアリブ自体は完成。蓋を入れてちょっとお皿で代用。次に作るのがトマト缶をそのまま使ったリゾット。やべ、俺ご飯チンしてねえわ。で、これは本当に焚き火の上に網を引いて、で、その上に缶を乗せるだけの料理だから、家でやるのはちょっと厳しいから五徳を買ってきた。これをコンロの上にセットするんだって。そしたらその上でポットとか沸かせるらしいから、まあ缶もいけるかなと。こんな感じね。こんな感じ。おお、すごい。へえ。まずは、カットトマトですね。カットトマト、これのカットトマトを半分皿に分けます。前これでさ、俺めっちゃ指切ったんだよね。これさ、開けるときにさ、小指をここに置いちゃって、添えちゃって、母さんに深夜救急で病院連れてってもらった。骨まで見えちゃって。あ、でも綺麗に、すげー雰囲気出てるじゃん。カンカンって剥いた時のキャンプ感やばいね。で、この後もうぶち込むだけなんだよね。
鳩のご飯あるじゃん。でここがコンビニとかにある塩おにぎりとかでもいいんだって。あう。まずはご飯を入れましたと。でその次これだね、クッキング用の溶けるチーズをぶち込みます。うわちょっと待って、めっちゃうまそうやな。はい、で最後でこのコンソメを埋めます。いきます、ごとくにゴー。で混ぜながらじゃないと焦げるらしいから混ぜながらいきますね。火強すぎるかもしれない、ちょっとさすがに。スペアリブちょっと様子見てみるか。ちょっと待って、これ熱くて俺皿取れねえよ。いきます。くれるでしょ、やつら。これ文句言ったらちょっとおかしくない？今の時点だと。どう思う？ねえ。何が？スペアリブ完成。皿に移していきます。すごくいいよ。すごくいいよ。ねえ。普通にうまそうよね。ほら、これ味ってどうなってんだろうね。サイダーで洗い流しちゃった感ないかな。俺順番間違えたかな。サイダー先で後味付けあったかな。いやこれで合ってた気がするんだよ。はい、でタレはもう、え、これってタレ？待って待って待って、これってタレだと思うだよね。ちょっと甘いけど、まあうーん、悪くない、本当に悪くない。ちょっと味見さして。甘いな、ちょっと甘いな。サイダーが勝ちすぎてるんだよな。ハチミツも入れてるしね。塩コショウ追加するか。ちょっと塩コショウ追加。はい、これもういっちゃっていいのかな。これいっちゃっていいのかな。わかんないけど、まあトライでしょこれ。トライしてみないと何にもわからないから、一回ちょっとこれでいってみよっかな。あー怖い、熱い、噛んで怖い。いけ。おお、え、待って、めっちゃうまそうかもしれない。まあこんな感じ。ちょ、チーズも足りてないね。ちょっと一発味見いかしていただきます。トマトが強すぎる。トマト缶のその最初の分量をもうちょっと減らしたらかなりまとも。あとチーズ足らない。ちょっと食べる前にスペアリブもいっていい？一回スペアリブもいかせていただきます。もうこのまんまいただきます。
圧力鍋とか使ったらもっとすげえんだろうな。素でこれができるもん。しかもクソ簡単だし、もうちょっと粘度上げたいな。釈迦様食うわ。勝手あげてね、出来栄えでわかる。釈迦様絶対食う、これは。じゃあ笹さんが際どい。ジャスは何作っても食う。食わせる。リゾットはね、改善の余地ありだね。すごく今食ったところは味がめっちゃ濃い、すっごい濃い。で、トマトの味もあんましない。ここはトマトすごい。あーでもコンソメも混ざってると美味しいな。およそま俺の夕食でした。スペアリブはもうそのまま作るわ。スペアリブ俺キャンプの日作るの確定。いい肉使ったら多分ね極上の試合になる。使うのは蜂蜜、ココアパウダー、あと砂糖かな、あとリンゴで、まずリンゴを切って、今何時？ちょっと待ってて、ちょっと待ってて、ちょっと待ってて、女が呼んでっから行ってくるわ。ちょっとごめん、女呼んでっから、今行ってくる。デートだから。いいの買ってきたぞ、ほら。あ、そう、今、あ、違う、買ったじゃねえわ、間違った。いいの買ってテンション上がっちった。これ500円だからね、2つで。この輝き見て。行きたいんだけど。行って行きたいんだけど。ASMR やるか。スタミジャパン ASMR。行くよ。なんかパサパサしてて、あんま、あれ、こっからどうすんの。リンゴってどうやって切るの、どっちから切るの。これこうやったらやばいよね、こっちからね。え、こっちからも怖くね、こっちから怖いな。あ、ねえ、俺種取りは無理。ねえ、それはできないよ。いるよね、やんないといかん、やかんよね。ちょっとごめん、申し訳ないけど縦切りで行かしてもらうわ。無駄な部分は増えるけど、あの今こんなリンゴ見たこと。この時点でちょっと蜂蜜を垂らしちゃう。蜂蜜って固まんないよな。で、リンゴをそのまま乗せると、これでできんのか、あれでこれでトロトロになるの、ほんとにちょっと信じれん。なる、これほんとにバターなし、バターがいるの。あるんだな、前回使ってるからさ。いや、バターと違うな、確かにバターと違うね。砂糖もうドット入れちゃう。甘すぎていいでしょ、これ。別に甘すぎるとかないもんね。こんぐらい入れちゃう。ベロベロに甘くていいわ。こんなもんは。いい匂いしてきてる。なんていうのこれ、カラメルっていうのかな。ケーキ屋さんで嗅ぐ匂いがする。ゼロさんに料理作ってあげたいな、俺。世界戦の時の弁当とか、カズータシも食わねえかな。俺の生姜焼き弁当。なんか配信会の松本修造みたいな位置に行きたいな。世界各国飛び回って e スポーツ選手たち応援するっていう方向性決まったくねえか。ストップ、どうでしょうか。じゃん、焼きリンゴ。ちょっと焦げたかな。
で、まあこんなもんでいいでしょう。はい、ラスト、ココアパウダーでございます。ちょっとなんか焦げみたいになる。却下。お前こっちが良くない。ここが良くないわ。芋じゃねえよ。いただきます。この端っこのやつから。うわー、毛かなりトロトロだわ。うん、おいしい。このね、蜂蜜とか砂糖で、この身のとこは甘いんだけどさ、トロトロで皮が酸っぱくてめっちゃ美味しい。これも採用でいいんじゃねえか。簡単だったし、これも改善の余地ありだな。この色になっちゃうとちょっと柔らかすぎるわ。あのね、大学芋みたい。芋じゃねえよ。今回めっちゃうまくできてない。ちゃんとキャンプ飯に気持ちが向いてるの伝わってるから。俺はマジであいつらに振る舞う気でいるんだけど、笹さん食ってくれっかな。